バスに変形して、へー、笹山私が若い頃はみんな子育てで忙しい、みんなやるから、もう対番対番対番で、なるほど。師匠の教えでね、なるべく川べりでやれ、こういうところね、ギリギリでやれって言ったら、どんどん水が上がってきて上がってきて